はい、こんにちは、美容師の小野です。今回はセルフカットで跳ねない長さに切るやり方についてお話ししていきます。ロングの方やミディアムで中途半端な、ね、長さの方、多少は短くしたいけど、だけど下ろしてる時跳ねたくない、こういうのねありますよね。今回ね、そういう方がねぜひ参考にしてみてください。跳ねない長さがね分かります。というわけで、実際跳ねない長さはどのくらいなのか、肩ぐらい、肩下ではね、結論言うと鎖骨ありますよね。この鎖骨の下に長さ設定すると跳ねない、これにねなっちゃいます。鎖骨よりちょっとでも上に上がると肩に当たって跳ねるのがね出てきちゃいます。そして、ね、特に跳ねるのは鎖骨から肩の中間ぐらいです。この辺りが一番跳ねちゃいます。後ろの髪も跳ねて、横の髪も跳ねて、もう仕方ないっていうことに、ね、なっちゃうので、絶対に跳ねたくない方は鎖骨下に残しておくようにしてください。鎖骨下の長さに決めました。これで軽くすると意外と跳ねてきちゃいます。なので本当に跳ねたくないということであれば、あまり軽くせずにやっていくことをねおすすめします。そしてこの付近に長さを決めて軽くせずにいても、やり方によってはね跳ねてくることもあるので、跳ねないちょっとしたねテクニックをね今回ねお伝えしていきます。では今から詳しくお話ししていきます。では狙いとしては、鎖骨の骨ありますよね、この骨の下2センチ、ここに長さ設定していくと跳ねないスタイルに、ね、なってきます。というわけでね、実際ねやっていきましょう。まず後ろの髪も全部前に持ってきましょう。後ろはね半分で分けて前に持ってくるようにしてください。それでこの下ね長さカットしていきます。パツって切るより縦で切っていく方が失敗は少ないです。こういうように切っていきましょう。鎖骨2センチ下です。反対の場所も切っていきます。鎖骨ありますよね、2センチ下です。この時は持ってカットするよりも髪がね自然に落ちる位置をねカットしておいてください。なぜかというと、持ってしまうと左右がね合いにくいということにはねなってきます。これで手でなじませてから、ちょっとしたね長い毛がね出てきますよね。これをねまたカットしていきましょう。櫛で毛流れを通していきます。チェックしておいてください。これで左右の長さがね合いました。これだけでもね構いませんが、もっとね跳ねにくくする方法があります。それはねどうやるかというと、半分ね取っていきます。これはねざっとでいいです。これで後ろの髪も前に持ってきておいてください。この下の髪をね約ね1センチ程度カットしていきます。なのでちょうど鎖骨下1センチぐらいになるように縦でね髪をねカットしていってください。櫛で毛流れをねきれいに解いて、余分な髪をねカットしていきます。ヘアクリップをね外していきます。櫛できれいに毛流れをね作っていきます。そこからまた余分な髪が出てないか一度ねチェックしていてください。ここはね長さを切らずに余分な髪をね切る程度でやっておいてください。髪の量が多いなということであれば、今度は耳後ろを軽くしていきます。耳があります。この耳の後ろね、ここを1センチぐらいのね束を取ります。ここに中間から1回と入れて、もう1回入れてっていう形で軽くしていきます。反対のね耳後ろも同じように軽くしていきます。耳の後ろ
1センチですね、ここにという形でやっていきます。これで触ってみてまだまだ多いなということであれば、若干毛先をね軽くしていく。それからもう一回この耳後ろを軽くしていく。そういう風にやっていくと全体的にね軽くなっていきます。こういう手順でやっていくと髪を下ろしていても跳ねないということにはねなってきます。ぜひね参考にやってみてください。手順はめちゃくちゃ簡単です。後ろの髪を前に持ってきます。鎖骨下2センチ、ここをめがけて長さ設定していきましょう。もちろんねこれよりね長めに設定すれば跳ねにくいがね叶います。だけどこの鎖骨より上になってしまうとどん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 ね跳ねちゃうことがね起こってきます。お気をつけください。そして長さをね設定しました。そこから櫛で綺麗に毛流れをね作って余分な髪がね出ているようであればカットしていきましょう。そしてここで半分分けていきます。上の段と下の段でざっと半分ね分けていきます。ここは綺麗に取るよりもざっとでね大丈夫です。分け終えたらもう一回後ろの髪をね前に持っていきます。そこで1センチほどね長さを切ってください。この毛先です。反対のね横も同じようにね1センチでカットしていきます。それで櫛でもう一回ね綺麗にしてあげましょう。余分な髪が出ているようであればチェックしておいてください。そして表面ね下ろしていきます。ここであとは重いなということであれば耳後ろをね重点的に軽くする。それでも重いということであれば全体的な毛先を軽くしておいてください。じゃあねそもそも内側1センチ切るのはなんでかっていうと、微妙にね内側をね短くしていくことで表面の髪が内へね入ってくる流れをね作ることができるんですよね。そうなるともっと跳ねにくいがね叶います。だからこそ1センチね短くしていきました。だけどこのね差がね大きければ大きいほどいいかというとそうでもないんですよね。1センチ程度がね一番良いので内側は1センチほどね短くしておく。そうすることで収まり感がね非常に良いねスタイルになってきます。跳ねにくいをね目指す方はねこのような流れでやっていってください。ということで皆さんまたお会いしましょう。バイバイ。